日増しにロシアの軍事侵攻が激しさを増すウクライナ情勢。日本時間3月4日金曜日午前にはウクライナ南東部にある原子力発電所がロシア軍の攻撃を受けたとの情報が飛び込み、市場は騒然となり、日経平均株価は一時800円以上値下がりしました。欧米諸国と日本は次々とは金融制裁を打ち出しています。中でも注目を集めたのが国際的な決済ネットワークスイフトからロシアの特定の銀行を排除する措置でした。ただこの金融制裁はロシアの中央銀行の資産凍結との合わせ技に意味があると市場関係者は指摘します。ルーブル急落、軍事侵攻が始まった日本時間2月24日木曜日には1ドル80ルーブル台での取引でした。しかし日曜日の朝にスイフトと中央銀行への制裁が発表され、週明け28日月曜日には1ドル115ルーブル前後へと3割もルーブルは急落したのです。スイフトは貿易などの送金に使われる重要なインフラで、ここからの排除は実質世界経済からの退出を意味します。ただ現実には最大手のズベルバンクや政府系ガス会社ガスプロムのグループ銀行は対象には含まれていないなど、一定の抜け穴も用意されていました。全ての銀行を締め出してしまうと、特に天然ガスの多くをロシアに依存するヨーロッパにとっては逆に代償が大きくなるからです。これに対して中央銀行の資産凍結ははるかに強力だと見られています。経済制裁を受けた時に通貨安を防ぐためには伝家の宝刀として知られる為替介入があります。ルーブルを買い支えるには中央銀行がドルやユーロなど外貨を売る必要がありますが、今回の制裁はこの外貨を凍結してしまう手段なのです。ロシアの中央銀行の手足を縛ることで通貨ルーブルを下落させるのが欧米の狙いだと見られています。一方ロシアは過去の経験からいくつもの対抗策を用意していました。2014年のクリミア併合の時に受けた経済制裁からの教訓だと言われています。対抗策の一つはスイフトに代わるロシア製の決済ネットワークの整備、 SPFS と呼ばれる代替システムでロシア国内の銀行で使われています。ただ国際的な広がりは当然なく、スイフトに代わる存在には程遠い状況です。もう一つの対抗策はドル依存からの脱却です。ロシア中央銀行によると5年ほど前までは外貨準備のおよそ 40% を米ドルが占めていました。これが2021年の時点では 16% に減っています。逆に増えたのは無国籍通貨と呼ばれる金 22%、 そして中国の人民元 13% です。特に金は取引市場で売ればすぐに外貨を獲得できます。ただ金や人民元があるとはいえ、ドル資産を凍結されたのが相当効いたようです。ロシアは政策金利の大幅引き上げに打って出ました。 9.5% から 20% へと強烈な利上げで、このほか国内の貿易関連の企業に対して今年1月以降に得た外貨の8割を売却するよう求めるなど、なりふり構わぬ対応をとっています。西側は富豪たちの資産凍結に動く。これに対する欧米諸国が打ち出した次なる金融制裁の手が、オリガルヒと呼ばれるプーチン政権と蜜月な関係の富豪たちの資産凍結です。豪華なヨットやマンション、それにプライベートジェットなどを含め彼らの資産を凍結することで、プーチン氏の周辺からも不満を言わせようというのが狙いです。こうした中3月3日木曜日、ロシアの石油大手ルクオイルがウクライナ侵攻を非難する異例の声明を発表しました。同じ3日にはアメリカの格付け会社ムーディーズがロシアの長期国債の格付けを投機的とされる B3 まで一気に6段階引き下げたことを発表しました。制裁によってロシアが債務返済能力を維持できない可能性が非常に高いとしていて、信用不安が起きかねない状況になっています。そして市場関係者が今密かに効果が大きいのではないかと見ているのが、アップルによる iPhone の輸出停止です。ロシアでもアップルはスマホシェア1位でおよそ3割、アップルのスマホ決済である Apple Pay も中止されたとのことで、キャッシュレス決済が進むロシア市民の日の生活に大きな制約がかかることになります。
経済の血液である金融を締め上げることで、市民や企業が不満の声を上げ、プーチン大統領の本意を促すことができるのか。早期の停戦につながってほしいと願うものの、先行きは全く楽観できません。戦争や紛争に関わる相場格言で、銃声が鳴ったら買えという言葉があります。軍事侵攻の死傷者も増える中での儲け話には強い抵抗感があります。この格言の由来は、ナポレオンが敗北した19世紀ワーテルローの戦い。伝書鳩や早馬、船などを駆使して、いち早く戦況を把握して巨額な利益を得たという投資家の逸話から、ある市場関係者は、混乱する状況下で早く正確に状況を見極めることの重要性が、本当の教訓だと教えてくれました。錯綜する現地情報。フェイクニュースにサイバー攻撃も相次ぐ中、この異常な軍事侵攻とその混乱の中で正確に状況を見極め、経済的な影響を冷静に伝えていきたいと考えています。ウクライナ情勢を受けた今後の物価動向や経済の先行きをめぐる議論に関心が集まります。以下にコメントを残し、このビデオを気に入って共有することを忘れないでください。